行き日本一。まで3秒を切りました。8レース準々決勝戦 B スタートしました。ゼロ戦のスタート、1番赤堀、2番の和田、枠なりでのスタートです。10メートルは3番中山、4番鈴木健吾、外からかましていく5番の花田、どこまでいけるか。8番の金子が10戦勢を3人まとめて狙っています。ここは1台かわしての5番手、6番森が外からまくって6番手、7番浦田は最後方。レースは2周目に入ります。先頭は1番の赤堀、2番手2番の和田、ゼロ戦両者がペースレースを引っ張っていきます。3番手が少し離れまして3番中山、その後ろ最重半勢8番の金子が4番手、6番の森が5番手、5番の花田は6番手です。残りは4周回、赤堀がレースを引っ張っていきます。2番の和田は追走2番手、赤堀が突き放すような動きに変わってきたか。3番中山が和田の内を狙っています。金子はその後ろ4番手、前をさばいていきたいところですが2台重なっています。残りは3周回、3番中山がインコースから2番の和田をかわして2番手に上がりました。金子は両者をまとめてここでかわしに行く。8番の金子、3番中山をかわしました。2番手に上がっています。赤堀としては逃げ切って明日の準決勝進出決められるか。追ってくるのが8番金子、3番手は3番の中山。残りは2周の終盤戦です。赤堀のリードがなくなってきました。金子が近づいていく。3番中山は3番手、その後6番の森が4番手です。金子が赤堀のインを狙ってきた。残り1周、青旗振られてファイナルラップ。ここで8番の金子先頭に上がりました。1番赤堀2番手、3番中山、6番森も差を詰めたいところ。最終周回バックスレッジから3コーナーです。先頭金子、2番手はまくった。3番の中山が上がる。1番赤堀に6番森が接近。2番手はどうか。先頭金子ゴールイン。2番手は3番中山、その後赤堀森と続いています。2連単8番3番3190円、10番人気。2連複3と8の組2760円、8番人気。3連単8番3番1番で42330円、82番人気。三連複一三八の組み合わせ1万飛んで300円、21番人気。